ということで、ジュラシックアカデミーに今日は、はい、来ています。とりあえずパンパンですよと、これが本来の僕の姿ではないというのをめちゃくちゃ保険かけたんですけど、まあまずは形だけでもちょっとポーズ見ていただきたい。そうです、ね、今ちょっと今何キロなのかわからない、今日測っていないんですが、見た感じの、うん、3キロ、ね、そうですね、すごいいいものだと思います。あとはもうトレーニングが一個一個もかなり大雑把なんですね。そうですね、多分あんまり胸もあれですよ、なんかもうかなりあっさりしてる、はい、その辺どんどんこう突っ込みどころないところが好きでした。木澤さんってもう体見せないですね。そうですね、今見せないどれぐらいだったんですか。いやすごい、これがよく言う日本一のピーク。こっから有酸素入れたりして。まだされてないですね。はい、有酸素入れたり。すごい、どうなってるの。もうすでに真ん中割れてるし、3ポーズぐらいだったんですか。バイセップス、サイドマスキュラーぐらい。ちょっとはい、3キロ頑張って、頑張らなくても多分ドカッと落ちるけど、そうですね、いい報告できるように。なるほど、ちょっと楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。日本クラス別に向けて、あともう3週間ないのかな、に向けて、まあ、ちょっとやれることはやっておこうと、まあ、正直、保険めちゃくちゃかけておくと、まあ、関東の時と比べると、皮膚はかなり分厚く、足トレ、週明けに2連チャンやってて、まあ、足はむくんで、めちゃくちゃ言うんですけど、めちゃくちゃ保険かけておくんですけど、これが本来の僕の姿ではないというのを、めちゃくちゃ保険かけておくんですけど。だとしても、せっかく今日は木澤さんに時間調整していただいて、こんな、まあ、ポージングのね、こう形もだし、ああそうです、ね、体のことはね、はい、まだ気持ちがある、なんとかこのボテッとした感じをクラス別には取り除いて、まあ、やっていきたいんですけども、まあ、まずは形だけでもちょっとポーズ見ていただきたいので、よろしくお願いします。ポーズはもう本当に癖が上手です。気になるでいうか、右の肩のラットスプレッドの時もこちらはちょっと広がりにくいと思います。はい、自分もある。この左が広がってて、ここはちょっと狭いですね。筋肉自体の問題ですか。筋肉じゃないですね。うん、まあ、ちょっとこっちが狭く見える。あ、はい、こっちがあのしっかり。はい、まあ、あとはあの、まあ、甘いっちゃ甘いんですけど、うん、その結構効果の筋肉がカッパが出やすい。まあ、体重的には多分やっぱりあと3キロぐらいは、カッパが出るんで。はい、そこまで甘く見えないですね。あ、そうですか。はい、背の高さも感じさせないですね。こうどっしりしてる、詰まってる。あ、やっぱりこれ多分デッドとかスクワットが強い体だと思いますけど、すごいいいものだと思います。あのなんでもう何年か先、3年先、今5年先にさっき言った女子5体重で仕上がって100キロで、はいはい、いけると思います。あとはもうトレーニングが一個一個も、多分あんまり胸もあれですよ、なんかもうかなりあっさりしてる。結局はベテラン選手になってくると、もうオフに体重増やしたところであんまメリットがないんですよね。減量が増えるわけじゃないし、あんまり。なんでどっちかというと減量をいかに楽にやるかっていうところですけど、僕はもう無理ですね、食べちゃう。でもやっぱ仕上がり100キロだと120キロ弱で腹筋の溝見えてるぐらいじゃないと多分無理だと思うんですよ。まあ、将来はそういう風になりたいなと。
持ってる感じですね。まさに結構糖質を取りながらタンパク質もギリギリまで抑えて、うん、日本クラス別に向けて、はい、僕は3キロ頑張って、まあ、頑張んなくても多分ドカッと落ちるけど、そうですね、いい報告できるように。なるほど、見て、うん、ちょっと楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。皆様おはようございます。今日は大会前日の朝9時35分です。明日でダイエットが全部終わります。長ったな今年。これが今のコンディションですね。朝一91.65キロ。はい、大会前日1食目バナナ3本ですね。いただきます。あ、今いい感じです。そう、動かして笑って、あ、いい感じですね。今日の3食目なんですけど、餅2個とこの後マックのパティっていうのを食います。マック到着。本当は食いたいんだけどね、バーガーも。いただきます。僕はこっちで。はい、池袋の街中で写真撮っていただいてるんですけど、めちゃくちゃいいの撮れてますんで、本当に仕上がりが楽しみですね。楽しいですね。あ、これ俺なのかなっていうぐらいの素晴らしい写真ばっかなんで、まあちょっとどっかでね、この動画どっかで見せれればと思います。これからですね、人生初のスプレーターニングですね。スプレーの力を使ってね、めちゃくちゃ黒くします。ちょんちょんされるといいもんす、なんか際どいですね、うん、際どい撮影ですね。はい、スプレーターニング終わりました。体の色こんな感じです。いや、すさまじく黒いね。これ明日いけんじゃねえ俺って、ちょっと錯覚しちゃったよ。これから4食目のカブアップなんですけども、スプレーターニングをした日ってシャワーも浴びれないんですよ。顔も洗えないし、歯磨きする時も注意してくださいって言われたんですよね。垂れてくるともうそれで色変わっちゃうからって。だからね、俺今日は歯磨かない、手も洗わない、これで解決です。はい、ということでハイパー鍼灸師鶴見さんが来ていますが、なんか虫がいるんですよね。虫いた。どうにます、やっつけて。やっつけて。いけ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 お邪魔しました。明日ね、日本クラス別ということで京都県行ってきます。はい、コンディションはですね、いいよ。意外と筋肉には張りがあるし、よ、いいよ、結構いいよ。これはだから明日ね、結構面白い戦いになるんじゃないかなって思います。本当にチャレンジャーということで思いっきりやっていこうと思います。まあ、大会の動画はまた別で出すんで、よければまた見てください。はい、じゃあね、今日はこんな感じで、はい、ありがとうございました。まず最初にですね、担当直入に成績を報告させていただくのですが、2023年度日本クラス別ボディビル選手権90キロ超級優勝することができました。まずですね、応援してくれたリスナーの方々、視聴者の皆さん、ありがとうございました。で、あとね、大会運営してくださったスタッフの方々、本当に感謝です。まず出てるメンバーを紹介いたします。はい、左にいらっしゃる、川端さんという方、身長高いですね、190ぐらいあります。まあ神奈川の選手なんですよね。で、右側が僕の YouTube によく出てくださっている川崎和樹さんです。はい、これみんな3人とも神奈川の選手なんですよね。この大会が行われたのは京都なんですよ。まあ正直言うとね、まあ神奈川県でやってくれみたいな感じだったんですけども、まあ仕方ないね。特に僕がこのお二方の中で意識していたのは、まあ正直言うと川崎さんだったんですね。川崎さんのことをものすごく尊敬というか、まあ、目標としている選手で、というかもうナチュラルボディービルダーの中で僕が唯一意識している人は川崎さんなんですよね。似てるんですよね、考え方が。悪く言っちゃえば人なんですよ、川崎さん。で、まあそれで、あ、これ見せるの忘れてた。これメダルです。あとこれ賞状ね。でポーズ練習ですよ。ポーズ練習は本当にこの日に向けてやってきたというか、本当に今年はポーズ練習力入れてやりましたね。まあいろんな人から言われたんですけど、絶望的に破壊的に壊滅的にポージングが一番下手って言われたんですよ。今改めて見るともうひどいもんだなと。こんなプレアクションなんてやってなかったですね、サイドチェストやる時も。じゃあ次がフリーポーズとなります。はい、今回のフリーポーズの曲はなにわ男子っていうジャニーズグループがあるんですが、そのデビュー曲であるウブラブという曲を選びました。
でね、このポージング構成僕らしくないですよね。これ実は持田くんがポージングの構成を考えてくれました。ついにポーズダンですね。はい、ステージ裏で3人でね、いろいろ話してて、みんなで一緒のポーズを撮るかとか、まあいろいろ話したんですけども、僕がね、そんなもう学生じゃあるまいし、もう普通に各々好きなポーズ撮ればいいんじゃないですかみたいなことをね、ちょっと言って、まあ最初のワンポーズ目だけこういう風にね、みんなでせーのでマスキラしましょうみたいな、得意なマスキラをして、この後はまあ各々好きなポーズ撮りましょうっていうことで、ポーズ撮りました。すごく自分のキャリアにとってこれはものすごいでかい出来事の一つになるであろうなというふうに思っています。この時オリバーポーズしたんだけど、2人のこの目線、何やってんのこいつみたいな、めちゃくちゃ痛いですよね。ちょっとこれ反省します。やりすぎました、ごめんなさい。はい、調子になりました。結果はですね、日本クラス別90キロ超級優勝することができました。ありがとうございます。日本クラス別優勝してきました。ついにやってくれました。石倉優勝するっていう目標はね、2年前に出したんだけど、ちょっと病気しちゃって、でまあ一回諦めたんだけど、またそこから這い上がってきましたよ。あとね、ウェイヤンコーチも先週だよね、先週と先々週東京プロ、あと AGP 韓国、で出すけど、 AGP その韓国のプロ戦で5番と、正直ね、そのメダルあるんですけど見てください。あーちゃん、はい、取ってきたよ。おお、すごい、取ってきました。プロのメダル触るの初めてなの。重いっしょ。重い、結構重いのよ。あ、辛かったこと、やっぱ食事自体は正直全然きつくないっていうか、まあ全くお腹減らないわけじゃないんだけど、やっぱ学生時代のダイエットと比べると、もうこんなダイエットあるんだみたいな、空腹な時間がほぼなくって、きつかったのはやっぱりその1週間前の調整ぐらい。いや、調整が一番辛いよね、毎回リプリートしなかったんだよね。そう、今回ね、3回、その分楽だったけど、やっぱ塩分量がね、やっぱ抑えられるのは僕にとってはやっぱきついことだったかなと。本当に、まあ、それ以外は本当に何も辛くなくって、ね、いや本当ありがたい関係性ですね。まあ、ベアンも先週大会が終わったばっかじゃん、うん、次が12月3日ぐらいの台湾出ます。大会入賞できる自信はあるから、その台湾に出ようかなと。まだ見たいのよ俺は。いいのか、いいじゃん、比較審査しよう。それよくない？それめちゃめちゃいいじゃん。ちょっといいじゃん、俺の YouTube でそれ上げていい？はい、じゃあ、はい。はい、ということで、まあちょっと一通り優勝報告してきたんだけど、はい、まあ、僕ちょっとした悩みがあって、その大会終わった後が一番キー時代のチャンスっていうのはまあ重々承知なんだけど、この1ヶ月間がもう大チャンスだと思ってるから、なるべくリーンなものにしてトレーニングもしたいわけよね、もう腹立って仕方なくってトレーニングできないことが、そういうさ、なんか別に大したことないんだろうけど、やっぱりさ、そういうのをイライラしちゃったり、うわーってなっちゃうんだけど、ダメだよね。だよね。なんだろう、逆にその時はリフレッシュすればいいじゃん。今日ジムが休館日ってことは、ジムトレーニングでやんなっていうことで、まあ、そうそう、温泉行ったとかさ、そういう半身浴するとかさ、そういうのでいいと思う。だからメンタルコントロールだよね。本当にメンタルがちゃんと整ってないといいコンディションにもならないし、いいステージにもならないし、だからもうどん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 レベルを上げていくこと、これが一番大事。メンタル今日はね、まあ、優勝報告出てきてよかったです。おめでとうございます。じゃあ12月頑張ってね。頑張ります。ありがとうございます。